ちは、ゆゆです。今から山口行くんですけれど、ちょっと待って。すごく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 下せないことがあって、まず一発目に、山口行こうと思って、とりあえず飲み支度を終えて、で、携帯の充電してたから、ケーブル挿してて、よしと思って。いたの、充電されてないの、はっと思って。何頑張っても、ケーブル変えても充電できなくって、お店に駆け込んで、見てもらったら、これ、そもそもの端末がやばいって言われて、いや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 、あと夜行バスまで1時間半しかないんですけど、ちょっと無理と思って、修理に出すのも無理だし、ってなっちゃって、で、携帯をそもそも変えるか修理に出すかの2択って言われて、今貧乏生活してるから、そんな14万になって大金払えないから無理ってなっちゃって、で、どうしようってなって親と電話してたら、あ、ワイヤレスの充電ならいけるんちゃいますかって言われて、ワイヤレスの充電やったら普通にいけて、で、ワイヤレスの充電買ってくださいって言われて、自分で買うことになって、ゆきちさんバイバイして、ちょっと私のありがね、本当に悲惨なことになりました。はい、まあ一応ね、最悪の事態は免れたので、とりあえず山口遠征は行けそうです。で、もう一個優しいこと見て、サックスブルー、ブー、オレンジにしろよ、京都タワーオレンジにしろよ、ブー。はい、ってな感じでソロ墓地夜行に乗るので、山口行ってきます。新山口を目指していきます。じゃあ瞬間移動しよう、せーの、
ということで、いただきます。ネスタグルを買いました。こちらチリーチーズたこ焼きっていうなんか選手プロデュースメニューみたいです。FC スターティングメンバーの発表です。背番号17ゴールキーパー吉光大輔、背
60です。言ったね。マジでびしょびしょになってきた甲斐があった。どうも頑張って夜行で11時間かけて京都から来た甲斐がありました。最高です。途中から私タンポリン一人になってマジで不安だったんだけど、まあ何はともあれ、6点も点が入ると思わなかったし、2回も中断すると思わなかったし、中断した間に昔のちゃんとやると思わなかったし、なんかすごく来てよかったです。マジでよかった、来てよかった。山口やばくない？清水が6点も取れちゃうんだよ。やばいよね。これで得失点差だいぶ埋まったよ。いや、なんか勝てて嬉しいなとかいうレベルじゃなくて、もはや途中から脳筋叩きポンズドンサッカーになったから、このぐらい脳筋なぐらいでちょうどいい気がする。私はよし帰ろう。よいしょ。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、通知オン、各種 SNS のフォロー等もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。